アキラッチのスカッと皇室。天皇陛下が悠仁さまを評価。高校生活の本当の姿暴露。悠仁さま永野芽郁にメロメロ。10秒の SOS で愛子さまを皇太子へ。はい、どうもキャッチです。週刊女性に悠仁さまのタイプが書かれてましたね。最初はね、悠仁さまを持ち上げるために天皇陛下も利用してましたね。天皇陛下の誕生日の発言でトンボの話や野菜の栽培、またね、クラブ活動のバドミントンの話など生き生きと話をしてくれますので、充実した日々を送っているのではないかと思いますと述べたことですね。この言葉とトンボの論文を発表したことや、沖縄県の修学旅行でしおりに時間があればトンボを見たいと綴られたように、悠仁さまといえばトンボというイメージを抱く人は多いだろうとですね。そしてね、陛下がおっしゃるように青春を謳歌されているようですということで、皇室ジャーナリストの言葉が紹介されてましたけども、名前を名乗れない皇室ジャーナリストで悠仁さまをね、強引にこの持ち上げようとしているんで、これはね、八幡和夫ですね。悠仁さまを自分で持ち上げて、こんな感じで週刊誌では褒められてますってことで、自分の言葉をね、人の言葉のようにして紹介して、人に何役もね、演じてますからね。盗作作文とかね、不正論文とか前科2犯になっちゃうから、持ち上げるためには利用できるものは利用しようって感じで必死ですね。それね、陛下がおっしゃるように青春を謳歌していると言っても、天皇陛下がね、語ったのは悠仁さまの言葉が真実であれば充実した日々を送っているんではないかと思いますってことですね。悠仁さまはトンボの研究で皇居にもね、何度も来ている設定ですけども、天皇陛下が直接ね、感じたんじゃなくて、悠仁さまの言葉が正しければってことですね。悠仁さまのことを判断することができたのは、昨年の悠仁さまの誕生日の一度だけですね。その悠仁さまのね、誕生日の挨拶だけで天皇陛下は判断するしかなかったわけですね。もし天皇陛下が悠仁さまのトンボをね、評価していたら、少なくとも赤坂御用地のトンボ層について触れてますよね。でもね、天皇陛下の誕生日の直前に不正を暴くスペシャリストが悠仁さまの論文の不正疑惑を報じました。天皇陛下がね、この話題を知らないわけがないですからね。国際問題になるんで当然耳に入ってるでしょうね。青春を謳歌してるようだっていうね、割にはそれを裏付ける証拠はないですからね。実際ね、修学旅行とかもどんなトンボが見たいとかじゃなくて、ただね、トンボが見たいと漠然とした気持ちでいたことが分かりますよね。そうとね、墓地だったことも内部告発でバレてますよね。ね、暴露に関してもある意味高校生からの優しさかもしれませんね。嘘をつかない方がいいよっていうメッセージだったんかもしれませんね。ただそのね、メッセージも聞けなかったようで、バドミントンの大会では新人戦にはね、出してもらえずに、実質のデビュー戦が引退試合になったわけですね。部員は25人で、試合に出られるのは5人から10人で、技術がある部員が選抜されるということですけども、ガチのメンバーじゃなくて同好会みたいなもんですからね。そのメンバーでも大会に選ばれなかったんで、引退試合に1試合だけね、出してもらえたわけですね。しかもね、シングルスだったら0点で終わっちゃうんで、ダブルスで強い人とペアにしてもらって何点かね、取ってもらったわけですね。しかも時折スマッシュを放つなど検討されたようですということで、この言葉からね、分かるように、悠仁さまは1点も取ることができなかったことが分かりますね。1点でも取れていたらスマッシュを決めていたとか、そういった表現になりますよね。でもね、1点も取れてないんで、ゆるゆるスマッシュを放っていたんかもしれませんね。でもね、返されたんですよね。もしそこでね、ゆるゆるスマッシュに相手が攻撃を仕掛けてミスをしてネットに当たっていたらね、悠仁さまのスマッシュが決まったとかけたんですよね。でも残念ながらね、相手も悠仁さまのゆるゆるスマッシュにミスをしてくれなくて返されちゃったんで、検討されたと書くのが精一杯だったんですよね。2年生の終わりの初の公式試合で、試合会場も厳戒態勢で後からの入場ができないというね、迷惑な会場だったようですね。そしてね、文化祭ではベビーカステラを食べていて、通りかかった女子生徒から美味しいとね、声をかけられたようで、悠仁さまがね、少し照れたように目をそらしてうまいと答えたようですね。ただ別の同級生がやってきて、お腹いっぱいと聞かれたら、悠仁さまがなぜかね、熱いと返されて、同級生からね、何それってことでドン引きされて笑っていたことも書かれてましたね。笑ってたんじゃなくて笑われてたんですけどね。そしてね、悠仁さまのクラスに関してはラッドウィンプスの何でもないやを合唱されたわけですね。悠仁さまがね、口を大きく開けて歌ってらっしゃったのが印象的と、悠仁さまの声は聞こえてこなかったんですかね。ちなみにね、この歌詞に関してはいつもね、喋らないあの子に今日は放課後また明日と声をかけたっていうフレーズがあるんですよね。意味深な歌詞も含まれていて、さすがね、つくふの生徒だなって感じがする選曲ですね。そしてクラスの出し物のジェットコースターに乗車されて、楽しそうな笑顔を浮かべられる姿も拝見できたということで、楽しそうだっただけでいいのに、無表情ってイメージをなくしたいのか、楽しそうに笑顔と書いたんでしょうね。こういう形でね、気になってましたよね。レアショット満載って感じで、うまい熱いって感じでね、ラッドウィンプスの何でもないやろね、合唱したようですね。
まあこのねラットウィンプスに関しては2022年の長野でもねキャンプファイヤーでラットウィンプスのスパークルが熱唱されていて、まあこの歌詞にもね結構まあその悲哉様の障害と思わせるようなこととかもね歌詞にあったりとかして意味深なんですけどね。それとねベビーカステラのことに関してもね書かれていて、語学湯からね美味しいって感じで聞かれて悲哉様が砕けた表情でうまいとね答えたのが印象的ということで、まあその後ね別の同級生がそばにやってきてねお腹いっぱいですかって感じで声かけたらね悲哉様も熱いと返されたようですね。まあ、これはねたこ焼きですかね。お腹いっぱいか聞かれて熱いってことでね、まあこの辺でね言葉のキャッチボールができないことがバレてしまったわけですね。まあ一応なんかその笑ってましたってことですけども、まあ、これはね笑ってたんじゃなくて明らかに笑われてますよね。まあこういう形でね紹介されてますね。悲哉様からね、まあ、トンボの話とかクラブ活動の話とかね生き生きと話をしてくれますんでってことで充実した日々を送っているんじゃないかと思いますということで話をしたってことで、まあこれはね実際今天皇陛下がトンボの観察とかをねしている場面とかを見ていたらそのことを話すでしょうね。まあそれにねこの時にはもうトンボの論文を発表してたんで本来であればトンボの論文のことについて話をするでしょうからね。まあそれがね天皇陛下はトンボ論文のことについてね話をしなかったし実際に皇居でねトンボの研究とかをしているはずやのにそのことについても触れてないからね悲哉様の言葉だけ紹介するしかなかったわけですね。まあ今年1月にねバドミントンの公式のデビュー戦ってことでなってますけども本来はね1年生とかで新人戦とかデビュー戦がありますけども悲哉様は2年生の終わりにデビュー戦ってことですね。実質ね3年生も引退なんでデビュー戦が引退試合でしょうね。引退試合ぐらいね出してやろうってことで選ばれたけどもやっぱりね勝ちたいから悲哉様がね、まあ、ダブルスの試合だけ出させてねやったんでしょうね。まあこの悲哉様がねシングルスだったら0点になっちゃうんでダブルスでね強い人と組まして何点か取ってもらったんでしょうね。時折スマッシュを放すなどってことで書いてますけども得点したらね時折スマッシュを決めてたとかねそういう表現になりますよね。総勢25人の部員がいますけども25人の中に3年生も含まれてるでしょうかね。もう3年生はね引退してますからね。まあ、そしてねここからがこの新情報で最近ではねトンボ以外にも推しができたってことで最近ねお気に入りなんか女優の永野芽郁さんのようですね。2018年に NHK 朝ドラ半分青いでヒロインを務めた若手女優で悲哉様をね彼女に夢中だとアクション系の関係者が語っているようですね。まあそれでね現在この永野芽郁さんは月9のドラマで放送中の君が心をくれたからで主演を務めているようですね。長崎を舞台にしたファンタジーラブストーリーということで悲哉様はね永野さんが出演する番組はチェックしているようですね。ドラマの番宣で出演したねバラエティ番組も見るほど永野さんのファンのようですね。月9のドラマもご覧になって胸をときめかしているんじゃないかとかですね。ただねこのドラマがちょっと意味深で永野さんの役は自分に自信が持てずにね人に心を開けなかった時に山田裕貴さん演じる浅野太陽に出会ってパティシエの夢に挑戦することになったようですね。相手の太陽は長崎で代々ね伝統を受け継ぐ老舗花火職人の跡取り息子みたいですね。長野さんの母親は亡くなっていてね祖母と暮らしたようですけども祖母から太陽にあの子は母親から虐待を受けていたと明かされてあの子の心を変えてと頼まれるようですね。なんかねかなりこの意味深なドラマですね。この母親ってのがね菊子様からある意味ね虐待って感じにも見えますね。なんか久しぶりだけねすごいこの刺さるドラマって感じがしますね。ちなみにね、太陽は色覚に支障があって、赤が見えないようで交通事故に遭ったようですね。まあ、それでね、なんとかこの助けたい永野が助けようとするけども、助ける代わりにね、五感を失っていくっていうファンタジー要素もあるようですね。しかもね、片耳の聴覚を失ったりとか、なんかね、悲哉様と被るところがあるんで、確かにね、悲哉様が興味を持ったのも納得だし、悲哉様に支障があることをドラマを通じて SOS を出したのかもしれませんね。まあ、ただね、ドラマにハマるのはわかるけども、視聴率も月9で平均が 5.7% と、昔はね、20% が当たり前でしたけども、やはりね、最近は低いようですね。おそらくね、過去最低にはならないと思いますけども、今のところはね、過去3番目に低い月9のね、視聴率みたいですね。まあ、このファンタジー要素もあって、現実と離れすぎてるっていうのもね、あるんかもしれませんけども、悲哉様には現実的すぎてハマってるんでしょうね。ただね、番宣のバラエティとかも見るってことで、やはりね、勉強してないことがわかりますね。まあさすがにね、2018年の朝ドラからハマっていたら、全くね、勉強してないことがわかりますけども、まあ、このドラマからだと思いたいですね。でもね、受験勉強真っ最中にドラマにハマり出すっていうのもね、どうかと思いますけどね。まあしかもね、こんな感じで、永野芽郁さんにハマっているんですね。君がくれたからっていうドラマですね。まあこれがね、まあこの、永野さんが主演していて、まあこの月9でね、フジテレビで、まあなんかこのね、フジテレビっていうのもいいですね。いつもアクション系をね、持ち上げてくれてるのがフジテレビで、なんかそれもね、たまたまなんでしょうけどね。でも永野さんが演じる相原雨って言いますかね、まあ、雨さんが山田裕貴演じる浅野太陽ということでね、なんか雨と太陽がね主役って感じですね。でまあファンタジーラブストーリーということで、まあ、この五感をね失っていく運命ということで、まあ、なんか助けるために五感を失うって感じのドラマっぽいですね。
交通事故にあった山田裕貴演じる浅野太陽を助けるためには、なんか五感をね、失っていく代わりに助けるみたいな感じで、なんかそんな要素があるファンタジー系というか、みたいな感じですね。見てないんでね、なんとも言えないですけども。で、このね、永野芽郁演じる雨が、どうもこの母親から虐待をね、受けたみたいですね。まあ、この虐待っていうのがね、どんな虐待か分かんないですけども、まあ、母親はもう亡くなっているようですね。でまあ、祖母からいろいろまあその、今はね、一緒に生活してるみたいですけども。なんかちょっとね、意味深なドラマですね。永野さん演じる雨と山田さん演じる太陽が主演でね、雨と太陽が主演ということで、悠仁にとってはね、今の閉じ込められて無表情な自分から抜け出すためには、太陽神である天照大神が現れてくれないかなって感じで感じてるかもしれませんね。だからね、早くこの皇位継承問題とかで直系長子にして、愛子様を皇太子にして、悠仁をね、解放してあげたいですね。まあ、ただね、トンボ論文の不正とか、盗作作文とか、後からね、不正が発覚するっていう最悪の展開だから、まあ、悠仁はね、日本の象徴にはなれないことが分かってるしね、できるとしたら、今からね、自分を出していくしかないでしょうね。成年皇族の記者会見で、自分はね、障害なんだってことを告白して、親から無理やり箔付けされまくって、ある意味ね、虐待を受けていたんだってことを告白したら、皇籍離脱をしてね、自由にさせてくれるかもしれませんね。まあ、職員に関してもね、白島家の不正とかをどんどん暴露して悠仁様を自由にさせてあげてほしいですね。まあ、永野さんが好きだっていうのは最後の SOS かもわからないですね。まあそれにしてもね、やはりまあ悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？動画をご視聴いただきありがとうございます。よかったと思う方はグッドクリックをお願いします。このチャンネルでは国会図書館からの独自情報を扱ったり、情報満載でやってるんで、よかったらチャンネル登録もお願いします。それとメンバーシップもやってるんで、そちらの方もお待ちしております。